Y シャツの袖口袖口は、Y シャツや、ブラウスなどのシャツ、ジャケットやジャンパー、街灯などの上着、カーディガンなど、トップス全般、上下一体のものでもワンピースなどで、腕を通す、袖の端を言う。長袖では、手首が出る部分であり、半袖など袖が短いものの腕の出る部分を指すが、タンクトップや、ランニングシャツなど、ノースリーブのものについては言わない。 英語のカフがそのままカタカナでカフ、カフスとして使われるが日本ではこれらは口実するワイシャツの袖口を指すことが多い襟や裾の部位と同様にトップスの種類によって袖と同じまま端を単に折り返して縫いほつれ止めしただけのものもあれば特に長袖や七分丈などで装飾や補強のために別にしつらえて縫い付けられたものもあるまた 単に筒状ではなく、手首よりも大きな手のひら部分を通しやすいよう、また体温調節や汚れ防止のためにめくり上げやすいよう、立ち開かれてスリット状になっているものがある。そこを止めるためには、ボタンやカフリンクス、スナップ、ファスナー、メンファスナーなどが用いられる。他には、寒気や雨水の侵入を防ぐため、伸縮性のある素材を用いていたり、 ゴムが入っているもの、ドローコードで締められるものなどがある。ものによっては、手袋と一体化するものもある。長袖や7分丈のワイシャツやブラウスは、袖口の形や止め方などで、次のように分類される。競技のシングルカフスや、コンバーチブルカフス、ターンナップカフスなど、ボタンのついたシャツは次のようにも分類される。その他、デザインによっては、 ボタンとボタンホールが3体以上のものがある。ありがとうございます。